私が先頭に立って賃上げを。岸田総理が意欲来年の春闘に向け。岸田総理大臣は来年の春闘に向けて、経済界に対して私が先頭に立って賃上げを働きかけると意欲を示しました。岸田総理大臣来年の春闘に向けて、経済界に対して私が先頭に立って賃上げを働きかけてまいります。その上で給付金の支給を先行させ、所得税住民税の定額減税を実施いたします。略。いつまでやる気だよ。民間企業に口出しできんだろ。利益がないのにどうやって？なるほど、だから自分の年収を上げると。自分たちの上げました。賃上げって言うけど、大手企業の正社員限定だろ。そのしわ寄せはどこへ行くと思ってんだよ。非正規と下請けが、ますます苦しくなるんだよ。過度な円安で輸出企業のしわ寄せが輸入系に行き、一部の大手のしわ寄せが中小下請けに行く。政治家は表面上の数字しか見ないし理解できないからバランス取れない。日本は円高でいいんだよ。エネルギーも輸入頼りの国なんだし。円高にしたら企業が海外に逃げてくってやつおるがどうぞ逃げてってくれって。その穴に新しい企業が入るだけだから。これが正解。間違っていない。私だって岸田政権に不満はある。不満はあるが、日本の未来のために支持率を落とすことでもやらねばならぬ難題に、逃げずに立ち向かう姿勢は評価している。昨日テレビで赤字の中小企業にも賃上げをとか言ってたな。公務員が反を示してる。ついてこいってよ。賃金は上がってるんだけどな。物価高の方がさらに上がってるだけだから消費税の一時的減税で解決だろ。ネットだと貧困層の声がでかいけど、不動産価格も上がって株も上がって、景気良いよね。日本で株やってる人に割もいないんだけどね。だったらアメリカ、イギリスみたいに大幅に最低賃金の引き上げを法律で一気にやればよいだろ。政府にはそれができるんだし。時給だとどうしても30万超えないから最低ラインを上げるしかない。輸出企業しか無理だろ。うちの会社南海チェーンの円安で1億円利益目減りするのに、この円安で給料上げられるわけないよ。輸出でもその下請けは調達コスト増で儲かってるわけじゃないからな。儲かってんのは上積みだけ。給料上げる意欲満々なのはいいけど、最低時給守らない企業の監視をしっかりやってね。給料上がらないなら、努力してさっさと転職でもしろよ。政治のせいにするのはさすがにきついわ。ほんと貧困層と勝ち組と二極化激しいよな。話が通じない。転職しなくても給料上がるのが当たり前なんだが、インフレなんだし。賃金上げると言ったって、非正規の賃金は上がらないようになってんだよ。くだらねえなう。春闘って大手だけ見て中小なんも変わらんのがつね。大手が良ければ日本全体が良いことにできるのがこの国のシステムだからなう。賃上げなんかに直接関与できないのは誰もが承知で、景気良くなれば給料上がるみたいなお花畑思考だから諦めろ。派遣禁止法作るしかないよ。中小企業に労基法を遵守させるだけで簡単に実質賃上げなるのになぜかしない不思議。見て見ぬふり。介護報酬はいくら上げましたっけ？派遣の給料は社員の 1.5 倍以上にしなければいけない法律を作るべき。抽象的すぎて具体的な策とか言ったことないでしょう。この前の経済対策も具体的対策なんて何一つなくスローガンの羅列だったなう。こいつの煽りスキル鳩山超えてる。インフレターゲットで物価上げる政策してるんだから、企業に国がやらせるおごりも激しなよな。ヤマトは優勢に丸投げしたしやってみろよの姿勢なのに。だから賃上げできる体力ある大企業、利益出てる中小は政府が温度取らなくともすでに賃上げやってるだろう。それ以外をどうしようとしてるのか。財政で景気を良くするのが普通だよね。聞く力とか言い出すんだろ。なんか手法としては、給与アップのための助成金出すらしいけど、そんなのどう使おうと経営の勝手だもの。もちろん交付の1年後にビフォーアフターの調査書を書かせるけど、別に1円も昇給しなくても罰則も返還請求もできないし、賃上げを働きかけって、上げてくださいほら政治家の給与も上がってるでしょってアピールすること。そんなんでその辺の企業が追随することなんてあるんか。賃金上げたけら黙って最低賃金上げればいいだけ。他には何もいらないよ。社会主義ではうまくいかないよ。アダム・スミスも言ってただろうに。しかもさ、なんで最初からやんないで選挙近くなってからアピールすんだよくさ。2年間何やってたんだよくさ。賃上げさせて倒産までがセットな。賃上げのしわ寄せは派遣の時給に跳ね返る。そうじゃないと社員の給料上げられない。お派遣さんもっとプアになる政策か。人手不足だから賃上げはもうやった後でしょ。賃上げできないところはそもそも利益がなくて困窮。もう上げる余地なんてないよ。執行能力ないんだから仕方ないだろ。所詮、バランス取って舵取るだけの役割だよ。もうこれただのかわいそうな人じゃねえか。本来、総理になんてなっちゃいけない人でしょ。大企業と公務員はもう上がってるだろ。中小どうにかしろよ。ゼロゼロ融資で延命してきて、さらに助けることも検討されてて、中小にいつまで税金投入し続けるの？うちの会社賃上げなんてしようものならリストラ始まりそうだから失業者増えるぞ。まず税金下げろや。賃上げするより減税する方が早いだろ。景気を良くしないと絵に描いた餅だろ。景気の悪い中で企業に賃上げを強いるのは無理。企業の体力が削られるだけ。最低でもロシア・ウクライナ戦争が終わらない限りは、景気が良くなる可能性はゼロ。この状態でできることはガソリン税撤廃とか、消費税率引き下げとか、そういうレベルよ。賃上げ大賛成でもね、何も材料もない。地方とか賃下げだけは情勢から絶対できないから。人員整理に躍起だぞ。もう零細は自転車操業状態。口先やなくて技能実習生廃止しろ。
派遣法も元戻せ。低賃金で働かざるを得ない人がいる限り給料上がらんよ。また余計なことをやらかすんだよな。トリクルダウン理論が機能する？間違ってない？賃上げすればするほどインフレが止まらなくなるのに、賃上げしても所得税で引かれるの増えるから意味ねえんだわ。ええんちゃう？政治家とか公務員の給料上げまくれば世間の不満が高まって民間企業も上げざるを得なくなるんじゃね？定額減税がないか終われば実質増税。中小零細企業が上がらなければその分返上してくれるんならな。バイトの若い兄ちゃん姉ちゃんにヘコヘコしながら低賃金で働く氷河期の悲しみよ。中小企業が賃上げできないの分かりきってんだから、仮想は生活苦のままだろう。賃上げしねえ中小に情けかけて生かしてるのが悪いわ。労働者にとって価値のない企業なんぞ潰してけと。潰れるのは構わんが、何も作れなくなるんじゃねえの？本当に必要なものなら大企業でもやるだろ。やらんならいらん存在だったってことだ。この前急に部品作ってる会社が潰れて、そこしか作ってないから大問題になったってニュース出てたが、自己責任だからエリートがどうなるのか知ったこっちゃねえけど、中小潰したら下請けなくなって大企業が困るんだぞ。細かい部品とか全部大企業で製造なんか無理。中小があるから大企業が存在できる。その中小社員が減れば中小は潰れて大企業も潰れるよ。とはいえ、ほとんどの中小は値上げ交渉すらしてないとか、特に物流費なんて来年の爆上げ見越して大手はどこも5割増覚悟してるのに行ってこないって逆に嘆いてたわ。うわ、失敗の予感しかないよ。企業が賃上げしないのはそれなりの理由があるから、その理由をないがしろにして企業に賃上げしろとか言っても無駄なんよ。まずお前らが率先して低賃金なら働かないという選択を。こいつ何もしない方がいいのでは。賃上げよりも派遣なくした方がみんな潤う。派遣会社の社員は製造なり介護なり運送なりいろんな業界で働けば人手不足も解消されるし、その分労働生産量も上がる。なんでこれをしないのか。単に民間に無理強いしてるだけじゃねえか。個人経営には何も届かんよ。大手はすでに大幅賃上げしてるし、来年の賃上げも規定路線。中小企業対象じゃないなら意味ないやろ。異次元の少子化対策とかどこ行ったんだよ。賃上げしたところで派遣会社が儲かるだけよ。消費税減税しないとな。わけがわからない。賃上げで汗流すのは企業、新しい資本主義だがなんだか知らないけど、国民は自らの貯金を投資にシフトして自己責任で頑張れって、他力本願すぎませんかね。同一賃金同一労働出した時も何も変わんなかったのに変わるはずねえやん。賃上げしてない会社は法人税上げるとか何かしらのデメリットつけなきゃ、そや内部留保ためまくるだけ。日本の賃金の低さは異常。これじゃあ先進国の誰も日本で働きたいとは思わない。基本的には賃上げせざるを得ないとこまで来てる。人が足りないからな。それをさも私がやりましたと見せかけるだけの簡単なお仕事よ。明日先進国並みに最低賃金上げろよ。賃下げになるようなことばかりするやつに言われたくないわな。企業は賃上げしたら当然利益が減るので値上げを加速するのではないか。給料上がってもそれ以上に物価が上がると苦しむのは国民。まあ値上げしたら業界内で淘汰が始まるから、値上げ、賃上げにはタイムラグがあるが結果的には良い未来になると思う。歴史的に見ても大 AI オンに個人商店潰れてもなんとかなってるしな。今回のように国が主導して賃上げすると、企業も一斉に値上げして淘汰が起きない。暗黙の談合状態になるよ。下請けが体力のあるとこだけ残る。右から左に紹介するだけのとこは潰れるよ。先に減税しろよ。そしたら自然と賃上げもついてくるし、税収も上がるわ。所得税など6兆減税するなら消費税 5% に戻す方が効果的だ。総額6兆だか個人の所得税に向けた金額は 1.8 兆だから選挙向けのめまい増しなんだけどな。最低賃金1500円くらいになってて当然なんだよ。潰れる企業は潰れろ。会社の売上が伸びてないのにどうやって賃上げすんだ。やるなら2倍とか3倍にしろよ。ちょっとずつ上げても意味がない。そんなこと言うならさ、正社員だけ上げても意味ないからな。今の日本は派遣やパートの方が人が多い。こいつらの収入を上げないと意味ない。医療や介護もなんとかしろよ。物価上がっても反映されてないんだが。他の国には昔からばらまいてたけど、最近は特にばらまきに対して国民が厳しい目を向けるようになったな。そもそも日本を支えてる9割が中小企業で6割以上が赤字経営なんだよ。本当に潰したら日本はまともに機能しないよマジで。公務員も上げたし議員も上げたし、やれることはやったな。すでに給食すらまともに出せなくなってんのに、潰せ潰せの連呼してたら、お前らまともなサービス受けれなくなるよ。すでにいろいろなとこでサービス悪くなってるの感じるだろ。国立博物館のクラウドファンディングなことニュースでやってたけど、ほんと金なくて大変そうだった。庶民から絞り取った税金どこに消えてんだよ。給食もそうだけど、ほんとに必要なとこはガン無視なのが終わってる。この政策については賛成。頑張れ。異次元の少子化対策も忘れてそうだし、派遣法撤廃すれよい。そしたら大企業も直接雇用せざる得なくなる。労働者の賃上げが実現してから政治家の報酬アップならわからんでもないが、逆だろ。まあ次の選挙でも、多数派の有権者は自民党に投票するから、この国は何も変わらないよ。ある意味才能あるわ。魚ですることに長けてる。それ言うなら最低賃金をもっと上げろ。1000円そこらで生活できる奴がどこの世界にいるんだ。昇給を法制化したらええだけやん笑い。
そもそも政治で賃金をコントロールするなら、企業を過度に配慮しすぎて最低賃金の上げ幅が少なすぎる。賃上げをお願いするのではなく、最低賃金の上昇についていけないところを切り捨てるぐらいにしないと、政治的な部分からの賃上げは不可能。永久雇用どうにかしないと賃上げなんて難しいんじゃないの？一人当たり GNI が1万2000ドルくらいに先進国と途上国の境目がある。日本が援助される側に回るのは、一人当たり GNI が今の半分以下に落ちた頃で、まだ当分援助される側には回らないよ。資源に乏しい国で持続的インフレするわけないやん。無理やり促進するとスタグフレーションになる。はよ消費税下げろや。企業が勝手に賃上げする分には政府の懐は痛まないからただだもんな。最低賃金100円アップはやってくれ。真面目な働き者が多いからだと思う。ストライキやったりしないだろ。それをやると周りから白い目で見られる。こんな仕事めんどくせえなと思う国民が多くないと難しい。賃上げってもビビたるもんだろ。物価に割り上がってるのにとても追いつかねえよ。もうおしまいだよ。そのビビたるものも上がってねえよ。1円も上がってない。むしろ業績好調なのに賞与一律カットされたわ。経営者からしてみたら賃上げしても何も良いことないぞ。何か良いことあるか？ないだろ。企業側を賃上げに追い込むには、労働者がストライキやって賃上げを迫り、ストライキで発生する損失が賃上げコストを上回り、賃上げをした方がマシだと思わせるか、どんどん労働者が高い賃金求めて転職するようになり、賃上げしないと労働者の確保ができないようにするかしか方法がない。ストライキもやりたがらない、高い賃金求めた転職にも積極ではない、賃上げしない会社に文句言わずしがみついちゃう労働者が多い状況だと、賃上げは起こりがたいだろう。ストライキなんてものに参加するとリストラの標的になるんだよ。高度経済成長期のように法人税もろもろ高けりゃ、いやでも給料投資に金が回るというのに。就任してどれだけ経つの？それまで何してたんや。最低賃金上げても現実には賃金全体は上がらない。上の記事通り現実には最低賃金は結構ハイペースで上がってるけど賃金上がらないでしょ。労働者側が自分で労働時間調整するし、それで労働者不足起こすようなとこは人手不足倒産するだけだから、労働者自身が賃上げ求めず労働時間自分で調整しちゃうんだから、企業が賃上げしても働いてくれないの。いわゆる年収の壁排除しない限りこの状況は変わらない。賃上げ、増税、物価高分相殺できずマイナスだろ。賃上げよりも物価高の方が進みすぎてる。これ以上賃上げしたら中小零細企業で潰れる会社が増えるだろうし、さらに物の値段が上がる。消費税を1年まれにするとかの方が効果的かと。スタグフレーション、もうダメだろ。賃上げ 1% 程度の国で利上げとかしたらヤバそう。生活苦で賃も下がるわ。インフレ目標とか言って物価上げようとしてるのに、賃金上げる話になると物価が上がって困るぞみたいな。インフレしたい物価上げたいんだろ。国内中小なんて消費税減税しないと賃上げなんて無理に決まってんだろ。この5年でかなり給料上がってるから、だいぶ楽。固定費上げるのをリスクと考えてビクビクしてんだよな。ノーリスク策がリスクになってる日本。いつから総理大臣は労働組合の委員長になったんだ？賃上げ所得税が増えるってことだからな。売上が伸びなんだから正社員の賃金を上げるには非正規の割合を増やせばいいと30年間も続けてきた結果が今。ただでさえ物価高のところへ賃上げなんぞ煽ったら、コスト転嫁でますます物価が上がるのでは？トリクルダウンは起きねえよこの国は。世界でもか。嘘理論。賃上げしろって圧力かけても儲かってなきゃ無理じゃん。ますます廃業増えるんじゃないの。ごちゃごちゃ政策をこねくり回すより減税一択ですよ。春闘やってるようなとこって上積みなんだよな。それで上がったとか言ってたらまた支持率下がるわ。そういう春闘大手企業がかつての円高で国内から撤退してサービス業が雇用の担い手になったから、そのサービス業を一時の値上げも許さず氷河期だからって低賃金酷使してたのが国民。最賃2000円にすれば終身雇用と賃上げは合わないよ。いくら給与上げても給与いい会社転職する人少ないし、欧米とは土台が違うよ。経済音痴なんだよ。大企業の賃上げは結局下請けいじめに繋がって会社倒産してるのに。来年じゃなくて今やれよ思ってるよ国民は。まだやるつもり？もう退いてくさ。賃上げしてって言うだけだろ。お前は先頭に立つんじゃなくて仕組みを作る側だろ。デフレじゃなくなら勝手に上がんだよ。なんで国がデフレにしてんのに民間のせいにしてんねん。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。